はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、Android のタブレットのレビューをしていくんですけども、今回レビューしていくのがこちら、ファーウェイの MatePad っていうね、Android タブレットになります。で、少し前ですね、数ヶ月前にですね、ファーウェイの MatePad Pro っていうタブレットの方もレビューしたことがあるんですけども、今回はこちらはですね、プロがつかないモデルということで、もう先にね、お値段から言ってきますけども、今回のこちらのファーウェイの MatePad っていうのは、なんとですね、新品価格 29,800円となっております。かなり、まあ、お手頃なタブレットなんですけども、まあ、お値段がね、お手頃になってくれてるのはもちろん嬉しいんですけども、気になるのは、29,800円のタブレットでどのぐらい動いてくれるのかっていうところだと思います。今回こちらですね、実機の方をお借りしてますので、ちょっと開封して、どういう風に動くのかとか、その辺ねチェックしてみたいと思います。行ってみましょう。はい、では早速ね開けていきましょう。メイトパッドですね、よっと。早速本体の方取り出しまして、はい、こちらがですね、タブレットの、まあ、ディスプレイの画面になります。その他付属品が、充電器と、SIM ピンも入ってますね。それから USB Type-C のケーブルが入ってます。あとオーディオの変換ケーブルも入ってますね。 3.5mm ジャックに変換できるケーブルも入ってます。ちょっとね、外観の方をねまずお見せしていきます。まずこちらがですね、背面になるんですけども、背面のね見た感じのデザインとかはプロと全然、まあ、変わりないというか遜色ないですね。まあ、普通に高級感のある背面デザインになってますし、まあ、カメラもねもちろんついております。で、上の方を見ていくと、上の方にこちらに音量のアップダウンのボタンがついているのと、底面の方にはこんな感じで USB Type-C の、まあ、接続ポートがついてます。ここでまあデータの転送とか、まあ、充電ができるところですね。で、それから、まあ、こちらにスピーカーが1、2とついてまして、上側にもですねスピーカーが1、2とついてます。なので実はこれですね、4つスピーカーがついてるんですよ。それも特徴で、まあ、29,800円ですよ。結構というか、かなりコスパがいいタブレットなんですけども、スピーカー4つ入ってるんで音質が結構期待できるっていうところもありますね。はい、では続いてね、ちょっと電源の方入れてみましょう。どんな感じになるのか見てみましょう。はい、じゃあ電源を入れていきます。はい、こんな感じで今電源が入りまして、じゃあちょっとオープンしていきます。はい、ディスプレイの方はですね、こんな感じになってまして、まあ、かなりね大画面なんですよ。一応こちらのディスプレイがですね、10.4 インチとなっております。まあ、結構大きい画面なので、ブラウジングをしたりとか、まあ、動画を見たりとか、SNS をチェックしたりとか、まあ、そういうのに使いやすいディスプレイサイズですね。で、こちらですね、比較的このベゼルレスなディスプレイになってますので、まあ、10.4 インチといってもですね、そんなにサイズ感大きいってわけでもないのも特徴かなと思います。その他ちょっとひっくり返していきまして、背面デザインがこんな感じですね。サラサラした質感になってますので、まあ、指紋とかも結構目立ちにくい背面になってます。このまま持ってもいい感じですし、カメラがですね、こちらについてますね。はい、こちらにカメラがついております。アウトカメラが一つついてまして、あとはフラッシュとマイクがついてますね。まあ一応ね、カメラもついてるんですけども、まあ写真とかね、ある程度撮ることはできます。で、動画に関しては 1080p の 30fps だったので、以前ですね、このファーウェイの MatePad Pro、あちらに関してはですね、4K30p 撮れるんですけども、カメラの性能に関しては、まあプロの方が高いかなっていう印象ではあります。まあちょっと気軽にタブレットで写真を撮ったりっていうのには使えるかなっていうところですね。ちなみにこちらの、ファーウェイの MatePad のバッテリーの容量はですね、7250mAh となっております。まあかなりね、バッテリーの容量が大きいので、電池持ちに関してもそこそこいいっていうところもね、安心ポイントかなと思います。ではですね、ちょっと実際に動作を見てみましょう。どのぐらい動くのかってとこが、まあ、やっぱ気になるところだと思いますので、まあタブレットとして、まあどのくらい快適に使えるのかっていうところをチェックしてみたいと思います。じゃあちょっとここからこうスライドして、画面をつけまして、画面の向きは、こんな感じでね、この向きに合わせて自動で回転するようになっております。タブレットでよく使う機能ですよね。このスライドしていくときの動きとか動作とか。まあ、この辺はですね、まあ、全然悪くはないです。画面のリフレッシュレートに関しては、120Hz ではなく 60Hz ですけども、まあ、カクついたりっていうところは特にないので、まあ、普通に使う分には、まあ、問題なく使えるかなっていうレベルではあります。じゃあちょっとアプリの立ち上げとかね、そういうところを見ていきましょう。はい、今、ブラウザを立ち上げました。まあ、かなり早くですね、ブラウザ立ち上がります。こちら、渡辺のインスタグラムとかね、こういうところも見たりとか、じゃ次、渡辺のこれ、ブログをね、ちょっと見てみましょうかね。まあ、ブラウジングがどのくらい快適にできるかっていうところですね。今、こんな感じで、スクロールしながら、ブログの方見てますけども、まあ、全然問題なく動きますよ。まあ、サクサク、ブラウザのページは、ね、動いてくれますので、
ブラウジングをしたりとか、調べ物をしたりとか、ゲームやってる時に攻略サイトを見ながらゲームをするとか、そういうのに使うのも全然いいんじゃないかなっていう印象ですね。ちなみに、これジェスチャー操作に対応しているので、前に戻るとかは、画面の端っこから、ふっと、スワイプしていくと、前に戻れます。で、例えばこんな感じで、別のページを開いて、また前に戻るっていうのは、横からスワイプでいけます。で、ホームに戻るときは、下からスワイプすると、こんな感じでアプリを閉じて、ホームに戻ることができます。ちょっとギャラリーとかね。ちょっと写真とかも試したんですけども、これこんな感じで、ね、このタブレットで撮った写真ですね。こんな感じで見られたりとか、写真の切り替えとかもこんな感じで動きます。動作はね、思った以上にね、普通にサクサクしてるので、不快感とか少ないんじゃないかなと思います。じゃあちょっとね、次動画の性能をチェックしてみたいと思います。動画ですね。アプリに関しても軽く触れておきたいんですけども、こちらですね、ファーウェイのタブレットということで、Google のプレイストアがインストールできないんですよ。なので、アプリはどうするのかっていうと、ファーウェイのこのアップギャラリーですね、こちらからインストールすることができます。こちらに、ある程度のアプリが入っているので、ここからね、ゲームだったりとかもありますし、こちらの中から、必要なアプリを、インストールしたりっていうことができるようになっております。アプリランキングとかで、LINE とかも入りますし、こんな感じで、ある程度のアプリとかがあります。ただ、Google 純正のアプリとかが、この中に入っていないので、じゃあどうするのかと。いうと、ペタル検索っていう、ね、アプリが入ってるんですよ。で、こちらの中で、検索としていって、例えばツイッターとかね、検索すると、アップギャラリーの中に入っていなかったアプリをここからインストールすることもできます。これは APK ファイルですね。こちらから直接インストールするっていう方法で、アプリを入れることができます。で、こちらを元にですね、このツイッターとかね、こういったアプリを入れたりっていうこともできるようになってます。これ渡辺のツイッターですね。ただ YouTube とか見たい時にどうするのかっていうと、 YouTube のアプリはペタル検索でも入れることができないので、YouTube はブラウザ経由で見ることができます。ブラウザはこちらのデフォルトのブラウザアプリがね、結構優秀なので、こちらですね、 YouTube がありますので、ここで見ていきます。じゃあちょっとね、 YouTube のね、画面とかをお見せしたいと思います。あとね、スピーカーが今回4つ入ってるってことなので、スピーカーの音質も同時にチェックしてみましょう。渡辺が以前ですね、紹介したこちらの MatePad Pro のレビュー動画ですね、チェック。はい、こんな感じでね、動画を見ることができます。はい、一応ブラウザ経由だと、普通にですね、高解像度で動画を見ることができますので、YouTube とか見る場合は、このブラウザのアプリからね、見るといいんじゃないかなと思います。今ですね、音質の方もチェックしてみたんですけど、さすがね、この4つスピーカー入ってて、このハーマンカードのチューニングがされてるっていうところはあるので、スピーカーの音質というかね、スピーカーの音量が結構大きいので、この YouTube とか、動画を結構大きい音で見たい場合は、これは十分使えるのかなというふうに思います。で、あとね、ブラウジングをしたりとか、電子書籍とか雑誌を読むっていうこともタブレットを使うときはあると思うんですけど、その時ね、この目が疲れちゃうじゃないですか。このタブレットといえば、やっぱりね、ブルーライトとか結構出てくるので、目が疲れると思うんですけど、一応こちらのタブレットにはですね、上からこうスワイプしていくと、ebook モードっていうのがありまして、カラーをですね、こう押さえて白黒にしてくれます。はい、こんな感じですね。タブレットの方で、ebook モードに入りましたので、電子書籍とかね、小説を読んだりとか、もともと白黒の漫画を読んだりとかするときに、目が疲れないようにですね、こういうカラーで読むこともできます。こちらが ebook モード。よいしょ。これを解くと、またカラーがだんだん復旧してくる感じですね。で、あとは、ブルーライトカットもあるので、こちらでね、ブルーライトをカットして、目が疲れにくいようにして、動画を見たり、ブラウジングをしたりってこともできます。うん、で、スピーカー4つ入ってるって話しましたけど、こちらですね、マイクも4つ入ってるんですよ。なので、マイク性能がどんな感じなのかっていうのを、ちょっとズームを使って、チェックしてみました。タブレットで、直でね、こう、ズームをした場合にどういう音声で、通話ができるのかっていうのをチェックしてみたので、ご覧ください。こんな感じ。はい、どうもこちら、渡辺です。
ちらはですね、ファーウェイのメイトパッドのタブレットの音声ね、こんな感じで通話をすることができます。いかがでしょうか。はい、ということで、特にイヤホンとかを接続せずにタブレットで直接会話をした場合の、音声としてはこんな感じになります。さすがにね、4つマイクが入ってるってこともあって、通話品質とかは全然ね、問題ないかなと思います。では通話の品質も良かったってことは、この音声レコーダーとかね、ボイスメモとかを取るときに、こちらで今こんな感じでですね、音声ですね、収録しているんですけども、どうでしょうか。こんな感じで、タブレットの方で音声を収録することができます。10時間以上録音できますって書いてますね。こんな感じでございます。はい、そうするとこんな感じで音声ファイルがですね、出力されますので、音声メモとかもね、取ることができますよと。で、あとですね、ちょっと面白い要素としては、こちらの、メイトパッドはですね、はい、じゃじゃんと、こちらですね、M ペンシルに対応しております。こちらですね、メイトパッドプロを紹介した時にも、この M ペンシルってね、ペンシルがあるってことをね、紹介したんですけども、メイトパッドでも、なんと、M ペンシルを使うことができるようになっております。ちょっとね、どのぐらいの使用感なのかってのをチェックしてみましょう。指でスワイプをする代わりにも使えますし、この中にメモ帳とかがあるので、こんな感じですね。メモ帳を立ち上げて、プラスとしまして、こんな感じで、ペンを使うね、アプリを立ち上げることができますよ。で、ちょっとね、書いてみましょうか。はい、ちょっとしたイラスト書いてみたんですけど、こんなものも書けますよと。うん。で、上下のスライドは指を使うんですけども、指のタッチでは、このね、ペンは反応しないので、ペンを使って、ちゃんとね、メモを書いたりできます。メモ書けますよと。こんな感じです。で、この使用感についてはですね、以前、このメイトパッドプロの方を紹介したんですけども、正直ね、使ってみてどうかっていうと、メイトパッドプロの方が、遅延が少なかったりとか、ペンを書いた時の書き心地が、リアルに近いかなっていうふうに感じていまして、メイトパッドの方が、若干ね、遅延の方は感じられますが、ただ、メモ、書く、くらいなら、十分ですよと。こんな感じですね。こういう感じでちょっとしたイラスト描いたりとかする分には、十分かなっていうところで、そもそも 29,800 円のタブレットでペンまで使えるっていうところが、面白いかなと思いました。ただより本格的にですね、絵を描いたりとか、メモをもうちょっとね、遅延なく描きたい場合は、プロの方がいいかなっていうところですね。ちなみにこのペン自体は M ペンシルっていうもので、プロで使っていたペンシルと同じものになります。で、他にもですね、結構いろんな機能があるんですけど、このタブレットですね、なんと、画面分割できるんですよ。ちょっと画面分割するときなんですけど、ここに、なんか、窓みたいなボタンがあるんですけど、これをタップすると、このウィンドウモードに入ります。今ね、見えたと思うんですけど、こんな感じですね。で、例えば、ブラウザ立ち上げますよと。はい、これで今、ブラウザとメモが立ち上がった状態なんですけど、この状態で、ここを長押しします。はい、そうするとこんな感じで、画面分割をして、例えばブラウジングしながら、こっちの方で、メモを書いていったりとかね、そういうこともできるんですね。で、こっちの方は、ペンでそのまま操作もできますし、そういう使い方ができます。だからちょっとこれね、面白いですよね。ペン使いながら、ブラウジングしながら、メモを書いていって、なんかの構成を作ったりとか、そういう使い方もできるということですね。ただ一応この画面分割に関しては、全部のアプリが対応しているわけじゃなくて、このちょっと上にやった時に、ここにですね、こういうこのウィンドウマークみたいな、これが出てくるアプリは画面分割をすることができます。例えば Twitter とかもいけますね。Twitter でちょっとやってみると、Twitter とブラウザーとか、その組み合わせでも、はい、こんな感じで、画面分割ね、使うことができます。で、その他ね、スペックについてね、軽くお話ししていくんですけども、こちらはですね、RAM の容量が、3ギガとなっております。めっちゃ多いってわけじゃないんですけども、軽い音で使うんだったら、十分かなっていうところですね。で、ROM の容量が32ギガとなってますので、こちらも、あんまり多くはないんですけども、一応こちらですね、マイクロ SD カードが入りまして、512GB まで、容量をですね、増やすことができるようになってます。たくさんね、動画データとかアプリとかを入れたい場合は、マイクロ SD カードを使うのがいいですね。はい、ということで、しばらくね、使ってみてのまとめになるんですけども、
まあ、一応ハイエンドのメイトパッドプロを使ってみての感想も踏まえて言うと、まあ、デザインはねメイトパッドプロの方がまあよりベゼルレスになっていてパンチホールになってたりとかするので、まあ、より洗練されてるかなっていうところはありました。あとペンシルの使用感とかはメイトパッドプロの方がねいいかなっていうふうには感じたところがあります。あとワイヤレス充電もメイトパッドプロの方が対応しております。メイトパッドの方はパンチホールではなくね普通にこのインカメラがついているデザインになってまして、だけどまあそこそこベゼルレスかなっていうところになってます。で動作に関してはそんなめちゃくちゃ重いことをさせるっていうわけではなかったら、まあ、かなり、ね、快適に使えると思います。まあ、それこそさっきみたいにこのブラウジングをしたりとか、まあ、電子書籍で本を読んだりとか、まあ、軽く動画を見たりとか、あとブラウジングをしながらメモを取ったりとか、そういう感じの使い方ですね。あとはまあメモを見ながらちょっとお買い物をしたりとかね、まあ、そういう感じで使うんだったら特にね不満を感じるような動作ではないかなっていう印象です、うん。まあ、用途次第ではあるかなと思うんですけども、まあ、今ぐらいの用途だと、まあ、普通に快適に使えるので、まあ、なかなかねバランスのいい端末になってるんじゃないかなっていうふうには思います。ぜひ参考にしてみてください。ということで、今日はですね、久々のタブレットレビューということで、こちら、ファーウェイのメイトパッドですね、プロではない方のメイトパッドがどのぐらい使えるのかっていうところについてお話してきました。ぜひ参考にしてみてください。この動画よかったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。